昨日はね、今週のドミノのウォーキングが30分と120キロカロリーの消費でした。今日はね、昨日はアップローチとヘッドホンで、ね、荷物で手ぶらウォーキングでしたが、今日はね、家にネズミかどうの心配までね、3日連続オフにしました。ぐっと合ってしまいましたね。深夜未明寺高田坂は持続か持続可能な声、昨日の0円で3日中2日達成ですのと、セブンイレブンで母の送り届けたとね、セブンイレブンで自動化ノンカロリーシップ、ゼロカロリーシップだったからコーヒーを飲みました。あと1本で無料です。持続可能な声ですかね。昨日深夜にミュージックが持続可能な声ですかね。まあ、知り合った方、前の奥さんのことを、もう亡くなった奥さんのことをまだ忘れない方がいなくてもいいんじゃないですかっていうね、松本まりかさんに言われたね、話が印象的と、上の人は一人一人にするとね、亡くなるとね、結構、手続きが本当に大変なんですって、そうなんですね、僕もね。そうだったんですかね。父親と、で、村井の声ね、たまたまシーンを見てます。男性教師の女性教師に言う、なんかね、俺にとって生徒は書きかけの未来ね、書きかけの本のようなものだ、未完成のままいつも終わるっていうね、まあ、卒業していくんでね。で、入れ替わっていくんで、ね、そういう話が印象的です。これから自分するとどうぞ。今日はね、ウォーキングアウトね、ハーネスイッターとね、セブンイレブンのね、こういうゼロカロリーシロップが、ね、使いました。
今日はね、あの持続可能な声ですが、持続可能マイナンバーポイントがね、あ、ゼロで3日中使ったです。持続可能な声ですから、ね、ちょっとね、マイナンバーカードで、ね、設定にちょっと手間取ってなんかあれだったんですが、まあ、まあ奥さんの思い出はね、すぐ捨てなくていいんじゃないかっていうね、松本まりかさんの言葉にねあれだったんですが、亡くなった人の上の女性、亡くなった人のね、一人だけでなんかすごいなんかね命続きしなきゃいけないとかね、僕もね結構死が亡くなった時にね続きとかあれだったんでとね、と母が聞いたんで、あとはあの、まあそんな感じかな。あと村井の声ね、深夜のね村井の声ね、今男性教室、僕にとってあの子供たちはねきっかけの本だって、あのね未完成のきっかけの本だっていうのがね印象的でした。そんな感じで。